すごい。船の中にこんな大きな発着場があるなんて。結社の誇る戦闘空母、赤の箱舟グロリアス、12隻の飛行艇を格納することが可能だ。とんでもないわね。脱出用に確保した船がある。一番奥の格納庫だ。うん、わかった遅かったじゃないか。あんたカンパネルラか。釣れないな、ヨシュア。レーベとだけ話して僕には何の挨拶もなしかい。君が船に残っているとは思わなかったからね。僕の動きを読んでいたのか僕はこれでも計画の見届け役だからね。他の連中よりも色々と気づくことが多いだけさそれにしても5年ぶりに会ったら君も随分変わったね。なかなか男前になったじゃない。そういう君は全く変わっていないんだな。その外見のまま年を取っていないみたいだお肌の手入れは毎日欠かしていないからね。君もよく女装するらしいし、いい化粧品を紹介しようか。ああもうじれったいわね。ここで待ってたってことは私たちと戦うつもりでしょ。さっさと構えなさいよ威勢のいい女の子だな。ヨシュアの彼女っていうからどんな子かと思ってたけど、なかなかお似合いなんじゃない。彼女って。おっと、彼女というのは空足の女の子の方なのかな。モテモテだね、ヨシュアキュン。ザレ事はそのくらいにしてほしいな。どうしてジョゼットのことまで知っているのか知らないけど、君の戦闘力は僕と同じくらいのはずだ。それでもやり合うつもりかいそんなつもりはないよ。さっきも言ったように僕は計画の見届け役でね、積極的に君たちを捕まえる義務はないんだ。ふーん、そうなんだ。だったらどうしてこんなところで待ってたわけ？そりゃもちろん君たちに挨拶をするためさ。でもたださよならじゃあまりにも芸がないからね。君たちの脱出劇を少しばかり盛り上げてあげようと思ったんだ。高機動飛行人形ベイルアパッシュ、もうロールアウトしてたのか。かくして再会した二人の前に新たな障害が立ちふさがるのでした。ああ、少年少女の運命やいかに。やるじゃない。ヨシュアは当然だけどお姉さんの筋も悪くないね。あんたね、悪ふざけも大概にしなさいよ。怒らない怒らない。さて、出番が終わった道化師は退場しようかな。それじゃあ二人とも近いうちにまた会おう。消えた。現実の一種だ。気にするほどじゃない。それより早く。おい、本当にこっちに来たのか。ああ、間違いない。エッセル、急いで。うん。扉をロックして、すぐに船を発進させる。わ
起動キー認識、認証コードを入力。よし。遠隔操作でハッチを開放する。すぐに発進するから席に座って。うん。おのれ撃て、絶対に逃がすな。大丈夫、すぐに立て直すから。よし。このまま逃がすものか。我々も飛行艇で出るぞ。追ってだ。なんとかしてまく必要がありそうだな。ヨシュアって飛行艇の操縦ができたんだ。一通りはね。ただこの船には武装が積まれていないんだ。あまりいい状況じゃない。そっか。で、なんでわざわざ武装がない船にしたの？この船だけ整備中でセキュリティが甘かったんだ。緊急の事態だったから選んでいる余裕がなくてね。緊急の事態って、ひょっとして私がグロリアスに捕まっちゃったこと？おしゃべりは終わりだ。揺れるから気をつけて。追撃してきているやつ、なかなかうまいわね。結社の強化プログラムで操縦技術を習得したんだろう。応用は効かないけれど、一方的な展開になると手強い。そっか。でも応用が効かないってことは、何かアクシデントが起これば。当たった。いや、この船じゃない。山猫号、どうして？ヨシュア、そこにいるのはヨシュアだよね。この声。ああ、ここにいる。どうして君たちがこんなところにいるんだ。とっくにリベールを絶ったと思ったのに。あんたが困ってないか兄貴たちが心配しちゃってさ。それであのデカブツの様子を遠くから伺っていたんだ。よく言うぜ。必死な顔で頼んできたのは誰だったかなと。キールに。まあ俺たちも結社にはいろいろと借りがあるからな。リベールを立つのは借りを返してからにするぜ。そうか、ありがとう、助かるよ。せいぜい感謝しなよね。しかしさっきから見てると
反撃してないみたいだな。何か問題でもあるのか。武装を外した船しか調達できなくてね、ちょっと困っていたんだ。そうか。どうしよう。よし、だったらこのまま二手に分かれるぞ。一隻だったら振り切れるな。うん、問題ない。よし、女神の加護。よしは、気をつけてよね。エステル、レーダーは？うん、もう光は消えたみたい。完全に振り切れたみたいね。そうか。、あの空賊たち、結構気のいい連中だったみたいね。まさかあのタイミングで助けに来てくれるなんて、すごく見直しちゃったわ。そうだね。契約上の関係だと割り切っていたけど、人と人の関係はそう単純じゃないらしい。今さら何を言ってるんだか。顔を突き合わせてれば仲良くなったり喧嘩したり、いろいろとあるわよ。それが人の付き合いでしょ。ああ、でもそれは僕の生きてきた世界では当たり前じゃなかった。殺すか殺されるか、奪うか奪われるか、僕は君と出会うまでそんなことばかり繰り返してきた。でもお姉さんとレーベと一緒にいて幸せだった頃もあるのよね。レーベが話したのか。その記憶は確かにあるけど、まるで人ごとみたいなんだ。え？心が壊れた時、僕のハーメルでの思い出は自分のものじゃなくなった。人であることをやめて人形になったからだと思う。姉さんが死んだ時の記憶もはっきりと覚えてはいるんだ。あの時、僕と姉さんは待ち伏せしていた男に襲われた。男は僕を殴り飛ばして姉さんの上にのしかかった。幼い僕はそれが意味することはわからなかったけれど、それでも嫌な感じがして男の背中につかみかかっていた。もみくちゃになった挙句すぐに弾き飛ばされたけど、いつの間にか僕の手には男の銃が握られていた。思えばあの時から僕には人殺しの才能があったんだろう。教わりもしないのに銃のセーフティーを外した僕はためらうことなく引き金を引いた。喉に穴をうがたれた男は不思議そうな顔をしてから口から血を吐いてうずくまった。そこで僕はようやく自分が人を撃ったことに気づいた。でも男はまだ死んでなかった。血走った目でヒューヒューとあえぎながら軍刀を抜いて踊りかかってきた。獣に襲われた時のように僕は身をすくめて目を閉じたけど、衝撃はなく柔らかいものにぎゅっと抱きしめられていた。目を開いた時、そこには微笑む姉さんの顔があった。いつの間にか男は倒れ、呆然としたレーベがいた。レーベに支えられた姉さんはハーモニカを僕に渡して
そしてゆっくりと目を閉じた。よく覚えているだろう。でもこんな風に話してても僕はあんまり悲しくないんだ。他人の日記を読んでいるような、そんな不思議な違和感しかない。そしてそれは君と一緒にいる時も同じだった。え？君の温かさに触れて確かに僕は変われたと思う。君と共にいることに喜びを覚え、君を愛しく思うようにもなった。だけど僕はどこかそれを人ごとのように感じていたんだ。それは多分本当の僕が感じていたんだと思う。うつろで空っぽな、出来損ないの人形みたいな僕が。お別れだ、エステル。もう僕のことは追いかけないでほしい。君ともう一度会えてとても嬉しかったけど、それでもやっぱり僕たちは一緒にいるべきじゃない。僕みたいな人間がいたら君のためにならないし、正直君がいても足手まといになるだけだ。だから。嘘つき。ねえ、ヨシア。私、いろいろと話を聞いて、分かったことがあるのよね。どうしてヨシアが、私の前から消えたのか。多分、ヨシア自身も気づいていない、本当の理由をね。心が壊れているから、私といると苦しい？私と一緒にいても、人ごとにしか感じられない？ヨシアがいたら、私のためにならない。私がいても足手まといになるだけ。そんなの全部嘘っぱちね。嘘なんかじゃ。いいから聞いて。あのね、ヨシオは怖かっただけよ。自分のせいでお姉さんが亡くなったと思い込んで、同じことが私の身に起こることが耐えられなくて、だからあの夜ヨシアは私の前から逃げ出したのよ。それ以外の理由は後付けだわ。何を言ってるんだか。教授に調整されてから僕は恐怖を感じたことがないんだ。任務の時の邪魔にならないよう感じなくされたみたいでね。君の指摘は的外れだよ。ううん、そういう表面的なことじゃないわ。ねえヨシア、お姉さんが亡くなったことをどうして人事みたいに感じちゃうのか、その理由がわかる？それは僕が壊れているから。ううん、違う。ヨシアはお姉さんを亡くした時のショックを思い出したくないだけ。無意識のうちに人事みたいに思い込もうとしているのよ。さっき私を助けてくれたことだって同じよ。あの戦艦に忍び込むのに相当苦労したんでしょ。なのに迷いもせずに私を逃がしてくれた。まるで私を一刻も早く危険から遠ざけるようにね。ヨシアは壊れてなんかない。ただ怖がりで自分に嘘をついているだけ。今の私には自信を持って断言できるわ。そんな。でもどうして君はそんなことまで。前にも言ったけど、私はヨシア観察の第一人者だから。ヨシアの過去を知った今、私にかなう相手はいないわ。教授にだってレーベにだって絶対に負けないんだから。
怖がりで勇敢なヨシュア、嘘つきで正直なヨシュア、私の大好きなヨシュア、やっと私はヨシュアに届くことができた。でも私は守られるだけの存在じゃない。遊撃士を続ける限り危険から遠ざかってばかりはいられない。ヨシュアがいようがいまいが、その事実は変わらないんだよ。だってそれは私が私であるための道だから。だからヨシュア、約束しよう。お互いがお互いを守りながら一緒に歩いていこうって。これでもヨシアの背中を守れるくらいには強くなった。ヨシアがそばにいてくれたら、その力は何倍にも大きくなる。結社が何をしようと絶対に死んだりしないから。だからもう怖がる必要なんてないんだよ、エステル。涙なんて、姉さんが死んでから演技でも流せたことないのに。そっか、見ないであげるから。そのまま泣いちゃうといいよ。こうして私が抱きしめててあげるから。なんだか照れるわね。そうだね。あ、そうだ、これ返すからね。あ、まったくもう、お姉さんの形見なんでしょ。簡単に人に渡すんじゃないわよ。確かに軽率だったかな。お姉さんってどんな人だったの？そうだな、気立てが良くて優しいけど、どこか凛としていて、レーベとすごくお似合いで、子供心に少し焼いていたよ。気立てが良くて優しくて凛としたタイプ、それってクローゼみたいな感じ？そうだね、顔立ちとかは違うけれど、タイプは似てるかもしれない。エステル？なんでもない。言っとくけど、クローゼも他のみんなもすごく心配してたんだからね。帰ったらちゃんと謝りなさいよ。エステル、僕は戻る資格がないとか言ったって聞かないからね。教授のスパイをしたって言っても無意識のうちだったんでしょ。空賊艇の奪還事件だって潜入調査の一環みたいなもんだし、結社の計画についての情報を父さんにでも話したらチャラよ。いわゆる司法取引ってやつ？ちょっと違うと思うけど。それに結社を止めるにしたって、もうあの船に潜入するのは無理よね。だったら私たちと一緒に行動するしかないじゃない。そもそも君がさらわれなければ、予定通りグロリアスを爆破できたんだけどな。もう悪かったわね。って爆破なんて物騒なこと言わないでよ。いくら結社だからって皆殺しにするつもりだったの？そうでもしないと教授やレーベは倒せないからね。まあ爆破したところで倒せる可能性は低かったけど。はあ、
まったくもう。あたし、やっぱり捕まってよかったのかも。危うくヨシュアにとんでもないことをさせるとこだったわ。ああ、今あたしのこと、また甘っちょろいこと言ってとか思ったでしょう。いや、しばらく見ないうちに、大人っぽくなったみたいだけど、エステルはやっぱり、エステルだなって思ってさ、すごく、嬉しかったんだ。こら、あたし。今さらヨシアの笑顔に、何ドキドキしてんのよ。はあ、でも久しぶりだから、結構来るっていうか。エステル？ねえ、ヨシは、あの僕っ子と結構仲良くなったのよね。僕っ子？ああ、ジョゼットのことか。そうだね。最初は随分と嫌われていたみたいだけど、最後は割と、打ち解けることができたかな。打ち解ける、キスとかした？は？いいから答えて。ああ、もちろんしてないけど。それじゃあここであの夜のやり直しを要求してもいいよね。やっぱり初めてって女の子には大切なものだし、ヨシアのせいで台無しになったんだから、責任取ってくれるよね、エステル。エステル。ちゃっかり脱出してたのか。まったく、あのまま捕まってればいいのに。あんですって。こら、ジョゼット、喧嘩売るんじゃないっての。遊撃士のお嬢ちゃんもこの場は休戦で構わねえな。まあ、さっきは助けられたしね。改めてありがとう。本当に助かっちゃった。いいってことよ。んだ、あんたを助けたつもりはないんだから、感謝される筋合いはないね。一人だけでも捕まえたくなってくるわね。それよりヨシュア、この後どうするんだ？え？俺たちと一緒に来ないか、改めて誘いに来たんだが、ま、その様子じゃ聞くまでもなさそうだな。うん、ごめん。先のことがどうなるかはわからないけど、今はエステルと一緒に戻ろうと思っている。ヨシア。そうか。まあ、いっか。まだチャンスはありそうだし。え？ヨシア、覚えといて。その能天気女に愛想尽かしたら、僕たちのところに戻ってきなよね。歓迎するからさ。誰が能天気女よ。ありがとう、ジョゼット。ドルンさん、キールさん、本当にお世話になりました。こっちこそな。じゃあな、機会があったらまた会おうぜ。
エステル。何？敵はあまりにも強大だ。多分教授がエステルをさらったのも僕をいぶり出すためだったと思う。留守中にグロリアスを落とされないようにするためにね。あ、レーベだってあの場で僕たちを始末してからエンジンの暴走を止められたはず。そうしなかったのは僕があまりにも不甲斐なかったから情けをかけたんじゃないかと思う。他の執行者についても同じ。単純な戦闘力で言ったら僕を上回っている達人ばかりだ。正直苦しい戦いになるだろう。うん。でも約束するよ、もう二度と現実から逃げたりしないって。君と一緒に最後まで歩いていくって。ヨシュア、うん、私も誓うわ。